JR 東日本 E217 系電車 E217 系電車 E217 系電車は東日本旅客鉄道 JR 東日本の直流近郊系電車横須賀線と総武快速線で運用されていた113系の置き換えを目的として1994年平成6年8月に量産先行車、一時車である 基本編成11両付属編成4両の第1.02編成が落成し、同年12月3日より営業運転を開始した。翌1995年、平成7年11月以降は、量産型の落成が始まり、以降1999年、平成11年11月落成まで基本編成51本、付属編成46本計745両が製造された。 本系列は国鉄 JR 海外の近郊系車用で初めての4扉構造を採用した。それまでの近郊系車用は国鉄時代から3扉構造が踏襲されており4扉近郊系車用は国鉄時代に導入が検討されたこともあっか実現には至っていなかった。車内の座席配置については混雑緩和を最優先とし通勤系タイプとなる ロングシート構造を基本としながら編成中の一部、車両、基本編成11両中3両には、遠距離旅客観光客へ配慮したクロスシートを設けたセミクロスシート構造とした。また、基本編成のみ2階建て構造のグリーン車を組み込んでいる。JR 東日本が新系列車両として開発した通勤系、車両209系を近郊系車両へと改良。 発展させたのが、本系列である。本系列のデザイン開発は、GK インダストリアルデザイン研究所によるものである。1995年、平成7年度通商産業省、選定グッドデザイン商品、商品デザイン部門受賞。車両の製造は、川崎重工業、東急車両製造、JR 東日本ニーズ車両製作所及び、 JR 東日本大船工場、中間車12両のみ製造で行われたグリーン車は川崎重工業、東急車両のみで製造。ただし、大船工場製は、東急車両製造から車両構え体を購入し、内装組み立てや偽装作業を大船工場で行ったものである、ノックダウン生産。1994年より、大船電車区に集中投入。 1997年からは幕張電車区にも投入され、1999年平成11年12月4日に横須賀線、総武快速線のすべての113系を置き換えた。その後本系列の動向に変化はなかったが、2006年平成18年3月18日のダイヤ改正より幕張車両センター、 千万里所属の全編成の所属が、鎌倉車両センター、横倉へ変更になった。変更後、本系列は、幕張車両センターにおいて、車両留置のみとなった。また、同改正に合わせて一部の編成が、構図車両センター、横骨に転属し、東海道本線に転用された。詳しくは、下記の、東海道本線の節を参照されたい。2015年。 平成27年3月に東海道本線での運用を終了し、同年5月までに構図車両センター配置車両は鎌倉車両センターに転属した。以後は全車両が鎌倉車両センターに配置される。本系列の後、近郊系電車の生産は一般系電車として統一された E231 系近郊タイプに引き継がれたが、 同系列の車体の基本構造や内装デザインに大きな相違はない。本項目では製造された順番に第1.02編成と記載をする。なお、2006年3月の鎌倉車両センター発足と一部編成の構図車両センター転属以降における編成表記、第1編成は現行の変番号、Y 編成と一致する。下記の次車分類は 本文中に用語として用いる。ただし、口述するトイレ設備に関する先頭車の差し替えにより、基本編成と付属編成の区配216系2000番台は、次車の異なる編成に組まれているものがある。車体構造は209系と同じ、軽量ステンレス車体であるが、車体幅が2、950mm、209系0、番台は2、 8 0 0トルに拡大され、裾絞りのある車体となった。拡幅車体を採用したため、曲線走行時の車両限界超過を防ぐために、台車間距離が1 3 8 0 0、mm、トル、209系は1 3 3 0 0、mm、トルに広げられた、拡幅車体で、台車中心間距離を1 3 3 0 0、mm、トルとした場合、曲線区間での車体のはみ出しが大きすぎてしまう。 全長は、先頭車について、並結運転も考慮して、連結面間全長を 20.000mm 20に収めている。ただし、グリーン車用の2階建て車両は、定員確保を目的として、連結面間 20.500mm、台車間距離 14.150mm とした。車体構造については、メーカーの製作工法で若干異なり、東急車両製造と、 ニー製作所、大船工場制は、従来の骨組み外反で構成しているが、川崎重工業制は骨組みを排した2シート工法、車体外とインターパネル2枚の板材で強度を確保で製作している。先頭車両は、踏切が多い区間を高速運転するため、高運転台構造とされ、運転席は設計上できる限り高い床面上を500ミリメートルの位置とした。 運転台は209系と同様左手操作系ワンハンドル方式を採用している。また、1992年、平成4年の成田線を大須賀踏切事故の教訓を踏まえ、運転手の安全を確保するため、先頭車両に衝撃吸収構造を採用している。前頭部は FRP 製の前面を多いを取り付ける構造で、あるが衝撃吸収構造のため、 全面窓ガラス下部に衝撃吸収用のアルミファニカムを装備し、さらには強固な構造で乗務員を保護するサバイバル運と潰れることで衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンを設けている。このため、運転台の奥行きは 209k の1、860mm よりも広い2、120mm を確保している。この構造は、 E231 系近郊タイプや E531 系、通勤型である E233 系にも採用された。また品川近視長官の長大トンネル区間、東京トンネル、総武トンネルを走行することから、非常時脱出に配慮して前面に貫通扉を設けた構造となった。貫通路は通常は閉鎖しているが、非常時の見通り抜けができる。この貫通扉は、 外開き式、プラグドア構造で、本系列の並結のほか113系統の並結時にも使用できる。その後、省令改正に伴って、貫通扉の設置が不要となったため、7次車からは、全面デザインを変えずに非常用貫通扉は廃止された。なお、1次車は、全面のステップが分割型となっているが、2次車からは、貫通扉、 プラグドア自体の構造を簡素化するためにステップを連続型とし、扉はステップ上部をスライドする仕組みとされ、車体側面の行き先表示器は製造開始当初209系と同じ幕式であったが、7次車より LED 式を採用した。ただし、以降に述べるトイレ設備関連に伴う先頭車差し替えを行うため、 7次社のうち落成時の区配216-2000型で従来の編成に組まれる5両は側面表示が幕式で申請された。また差し替えで7次社に組まれる従来の区配216系2000番台5両はこの時点で側面表示の LD 化を実施した。その後は幕式の車両も LED 式に順次交換されている。車内は 基本的に209系の仕様を踏襲しており、白色系の内装材、床式物は灰色を採用している。車椅子スペースは各先頭車の連結面側に設置した。座席は一般席においては表地をせずリブを青色の斜めストライプ柄、座面は青色の単色柄とした型持ち式、バケットシート構造である。座席は ロングシート車両とセミクロスシート車両があり、後者は車端部、連結面により座席はロングシート3席、ドア間の座席はロング2席、ボックス式クロス4席ロング2席の配置となっている。ただし、先頭車両は構造上の関係、後日で最前くらいのドアが5位寄りへ設置されたため、ロングシート車両、セミクロスシート車両ともに、 先頭側のドアンの座席はロングシート4席取っている。いずれの座席とも1人分の掛け幅は 450mm を確保しているほか、7人がけ座席下には定員着席を促すための縦握り棒、スタンションポールを設置している。座席定員はセミクロスシート車両の方がドア管あたり2人分多いが、立席スペースがロングシート車よりドア管あたり2人分。 少ないため、乗車定員は、ロングシート車、セミクロスシート車とも全く字である。側窓は、可視光透過率四十一パーセントのグレーに着色された熱線吸収ガラスを使用し、カーテンの設置は省略したグリーン車を除く。ドア間の大窓はすべて開閉可能となり、セミクロスシート車及び、初期のロングシート車用は、側窓を三分割し、中間部分が、 加工式となっている。これは、クロスシート時の座席配置を考慮したものである。ロングシート車両の側窓は、7時車より、車体中央部の窓が1枚ガラスの固定式となり、その他の開閉可能な窓も、不均等に分割構造で、車端部側の大きい方の窓が、加工式となったものに変更された。なお、これらの窓構造変更者のうち、 戦闘車両の車体中央部の開閉不可能な大窓は長時間停電時の換気性能向上のために2007年、平成19年から209系と同様の開閉可能にする工事が行われている。ドアエンジンには209系3次車より採用が開始されたスクリュー軸式の電気式、ドアエンジンを採用している。車外のドア会場レバーは1次車ではつまめんに。 片側全扉の会場レバーを設置していたが、二次車以降は片側側面2箇所の会場レバーからの操作に統一したつまのレバーは廃止。また、法務庁が10両分しかない田浦駅での一部ドア、締め切りは113系時代は両先頭車のみのドア締め切りで済んだが、本系列においては先頭から2両目2.10号車の一番前のドアも上降に支障を来たすため、 先頭車と二両目の、このドアの見締め切れる特別な位置、通称、タウラスイッチが装備され、そのことを示すステッカーが該当するドアに貼り付けされている。空調装置は、一般車が AU720A 型集中式 48.8kW、42000kcal ロロ、H、グリーン車用が AU721K、集約分散式 23.3kW、2万 キロカロリー H の2大搭載となっている。グリーン車用の冷房装置は、使用条件の異なる2階席、1階席、平屋席それぞれの室内を個別に制御ができるものとなっている。各客用ドア上には、LED 式車内案内表示器とドアチャイムを設置している。一時車は、クロスシート部に客台、細い足があったが、これを排した、完全な型持ち式ほか、 クロスシート背面にあった手すりが省略された。床こ式物では、出入り後部に滑り止め加工が施行された。また、車内非常通報装置が、警報式から通話式に変更されている。基本編成の両端先頭車とグリーン車5号車と付属編成の栗浜方先頭車にはトイレが設置されている。現在の設備は、基本編成の千葉方先頭車と付属編成では、 和式を設置している。ただし、当初は、基本編成の栗浜方戦闘車も、和式トイレを設置していた。その後、四次車からは、バリアフリー対応のために、基本編成栗浜型戦闘車、1号車、区配216系2000番台に、車椅子対応の大型様式トイレの設置が、開始された。そして、在来三次車までの基本編成にも、 車椅子対応トイレを設置することになった。このため、四次車以降の付属編成栗浜型戦闘車を車椅子対応のトイレ付きで申請し、これを基本編成の栗浜方戦闘車と差し替える方法で、すべての基本編成に車椅子対応トイレ付き車両を組み込んだ。走行機器類、台車などの基本的な機器構成は209、軽車両をベースとしている。 制御装置と、主電動機には、209系と同じ三菱電機製の、ジートサイリスタ素子による、VVVF インバータ制御装置、1C4M2 群制御と、出力 95kW のカゴ形参照、誘導電動機、MT68 系、70社から MT73 系、を採用しているが、運用条件である、最高速度時速 120km を達成するため、 波数比は97、16、イコール1、6.0625。209系は99、14、7.07とされ、軌道加速度は時速 2.0km、S。209系は時速 2.5km、S に抑えられている。その後に登場した E231 系は波数比99、14、1、7.07とされたが、主電動機を 許容最高回転数の高い MT73 型へ変更することで時速 120km 運転を可能とした。本系列では基本編成の11両 4M7T と付属編成4両 2M2T では MT 比が異なるため加速性能を合わせるために主電動機の負担率を両者で異なるものとしている。また15両編成を蘇生した際にも 性能を合わせるために、VVVF インバータ装置内に設定スイッチを設けており、各ユニット間での出力を切り替えるシステムを備えている。台車も 209K とほぼ同一構造の軸量式、ボルスタレス台車の DT61、TR246 系を採用している。総部快速線などで、時速1 2 0トルの高速運転を行うため、 量産先行車には、申請当初、溶断波が装備された走行試験の結果、クリーン車を除き後の車両への装備は行われず、量産先行車からも撤去されている。補助電源装置についても209系と同じ g 手を、阻止を使用した静止系インバータ装置を搭載しており、最大で6両まで、給電可能な219は容量を持つ。空気圧縮機は、 クノールブレムゼ社製のスクリュー式コンプレッサが搭載されている。ブレーキ装置は回生ブレーキ、併用電気指令式、空気ブレーキで直通予備ブレーキ、大接ブレーキを装備している。車両間の履行、ブレーキ指令等の伝送には制御伝送装置、門経由によるデジタル指令方式としている。また、車輪の滑走を防止するための滑走防止装置を設置している。 終電装置は209系と同じ PS28A 型両系パンタグラフが採用されている。強小トンネル対策が取られていないため、中央本線高尾駅以性などへの乗り入れはできない。保安装置には ATSP 型と a t s s n 型を採用している。その他に東京地下トンネル区間用として a t c 5系を搭載していたが、 同区間は2004年2月に ATSP 型に切り替えられ、以降は本系列の ATC 装置は使用停止となっている。なお、危機更新に伴い、2012年7月をもって、落成時からのオリジナルの g ーテを再利スタ阻止を備える制御装置の車両は消滅した。更新後の制御装置は後述。グリーン車は、 従来同力基本編成の4.5号車に組み込まれ、利用者数の増加となりた空港アクセス需要、エアポートなりたへの期待などから、2両とも2階建て車両とされた。車両は211系の2階建てグリーン車の設計をベースとしているが、台車やドアチャイム設置などの車内設備は新系列車両に準じている。これらは後に E231 系均衡タイプ。 車体設計が見直された E531 系、台車構造は異なるにも採用されたほか、四国旅客鉄道 JR 四国の5000系に連結されている2階建て車両も本系列の説をベースとしている。座席には、片持ち式のリクライニングシートが採用され、当初は2階席が紫色系の座席表示、1階席と平屋席が茶色系の座席表示とされた。 一部車両の座席は、秋田新幹線建設工事に際して、北上線経由で北上秋田間で運転された、秋田リレー号用のキハ110系300番台に使用されたものを再利用している。横須賀線と総武快速線では、東海道本線と共に2006年3月18日のダイヤ改正よりグリーン車追加システムを導入した。 それに先駆けて2005年度に全座席の上部にスイカをタッチするための層 r w ーダ、ライタが設置されている。2006年8月以降、クリーン車の座席を順次 E231 系に準じたものに交換している。ただし、座席の台座は流用されており、設備も背面テーブルのみと従来の E217 系に準じたものとなっている。また、 モケットについてもい、e、231系と同色系のものを用いているがデザインが多少異なっているオリジナルのものが採用された。同時に階段などの手すりも黄色に着色されたものに取り替えられた。5号車の栗浜側の車端部には洋式トイレと洗面所が設置されている。トイレは基本編成の普通車のトイレとは異なり、車椅子非対応で 扉は自動でないほか、三菱製の天井埋め込み形換気扇が設置されている。この換気扇は洗面所にも設置されている。四号車では、千葉方の車端部に乗務員室と業務用室、グリーンアテンダントの準備室を設置する。業務用室には、車内販売に対応させるため冷蔵庫等が設置されている。二次車では洗面所の色彩やデッキと、 平屋席の貫通扉のボタンの形状が変更されている。東海道本線で女性グリーンアテンダントへの暴行事件が多発したため、乗降口、デッキと4号車にある乗務員、業務用室の前への防犯カメラの設置が進んでいる。本系列の落成時の量産先行車の基本編成、第2編成。 当初の東船 F-02 編成現在の横倉 Y-02 編成の区配216-2002号車。ただし、トイレ設備の先頭車差し替えで、現在の同車は付属編成 Y-142、辺の栗浜方戦頭車に移動には113系と連結して、運転をするための医者種平結よみ替え装置を搭載した。これは、 将来的に113系と本系列を連結した運転を行うことを想定して試験的に搭載したものであ。この装置はから構成するものとなっている。さらに制御伝送装置にも制御伝送読み替え装置を搭載するほか、113系との並結用 2K70 系,系ジャンパ連結機を装備している。なお、113系を並結した場合には本系列の 性能から113系に合わせた性能を切り替えられる。実際に113系との並結試運転は行われ、現在も機器は搭載されているものの使用されていない。1994年より、横須賀線、総武快速線用に投入された編成は、グリーン車を含む11両の基本編成と4両の付属編成とで構成される。 基本編成の電動車と付随車の比率、MT 比は 4M7T、付属編成の MT 比は 2M2T である。車体に膜、帯のラインカラーは窓上、層下ともに、横スカイロ、通称、スカイロと呼ばれる青とクリームのツートンとなっている。また、先頭車の正面貫通扉の右中央には、右側に E217 と表記されたロゴと、イーストジャパンレイルワイカンパニーのロゴが、 左側に帯色ロゴが刻印されていたが、現在は消滅している。横須賀線、総武快速線の編成は、113、軽時代より、東海道本線とは異なり基本編成が、東京型、付属編成が、栗浜方となっている。これは分割、並結を行う図子駅の構内配線の都合による、ものである。2018年3月16日現在、 鎌倉車両センターに基本編成51本561両と付属編成46本184両の計745両が配置されている。以前は同所と幕張車両センターに分散配置されていたが2006年3月18日改正で鎌倉に集約された。これに伴い編成番号表記も従来の F 鎌倉 R 幕張から Y に変更された。なお、幕張での車両留置は引き続き行われている。運用区間は、横須賀線、総武快速線を中心とするが、総武本線、千葉な東間、成田線桜成田空港、香取間、鹿島線香取鹿島神宮間、内房線蘇我機密間、外房線、千葉かず一宮間にも入線する。1999年、 平成11年10月19日より総武快速線禁止庁千葉間で2004年平成16年10月16日のダイヤ改正より横須賀線に大井い大船間でそれぞれ最高速度時速 120km での運転を開始した以前は付属編成のみが夜間帯に総武本線千葉鳴る間の普通列車に前運用として入っていた時期もあったが 下り列車の混雑が非常に激しかったため、113計6両編成に置き換えられている。これ以降、一部の分割併合列車を除き、暴走各線のローカル列車に付属編成が単独で、使用されることはなくなった。2001年、平成13年12月1日改正から2004年10月16日改正までは、215計とともに、 湘南新宿ラインの横須賀線新宿折り返し、運用も存在した。全面種別幕は、新宿一き列車では、普通と表示された。2004年10月16日のダイヤ改正で、朝ラッシュ時の湘南新宿ライン増発による、横須賀線運転本数の削減と、湘南新宿ラインの運用が E231 系へ統一されたことにより、横須賀線、 総武快速線の E217 系には、運用数に対して、余剰車が発生した。このため、鎌倉車両センター所属の E217 系のうち、初期に製造された、基本編成の F-01F-03、編成と付属編成の F-51F-53、編成の15両編成3本、45両が、 東海道本線と伊東線で運用されていた113系の置き換えのために、構図車両センターへ転属し、2006年3月18日のダイヤ改正より運転を開始した。転属に際しては、東京総合車両センターにおいて改造が行われ、2 1 IE 1系 i e 2 3 1系と同じく、熱た型方に基本編成重量、 東京型に付属編成5両の構成に組み替えられた。当初は基本編成の7号車、ロングシート車を付属編成に移動する予定であったが、混雑率の偏りを避けるため、セミクロスシート設置の9 0号車が付属編成へ移動した。帯色は E231 系と同じ新商難色となった。車体側面の JR マークは横須賀線。 総武快速線時代と同じ飛ぶ黒部に損置され、先頭車の正面にある e 二百十七ロゴも残されたが、その左にあった横須賀色の帯色ロゴは撤去された。二千六年三月改正時点では、一本が忠実に渡って運用される以外は、ラッシュ時間帯のみの運用で、昼間の時間帯の重道列車は少なかったが、翌二千七年三月改正時に運用が一部、 変更され、昼間の重道列車の本数が若干増加した。快速、アクティでの運行は折り2本、上り1本が設定された。運行区間は、半自動ドア装置などの寒冷地装備がない、ため湘南新宿ラインへの運用はなく、終日15両編成で運用されたため、東海旅客鉄道、JR 東海管内、東海道本線の熱海駅異性及び、 御殿場ばや伊東線への直通運用もなく、運用区間が東京熱海、非営業の改装では久留宮まで間に限定され、運転室のモニタ装置筐体には、この車両は東京熱海、久留宮間限定運用ですと表記されている。その後、2008年に F-02F-52 編成が鎌倉車両センター所属車両の 更新工事施行による車両不足を補うため、2010年度には F-01、F-51 編成が横須賀線武蔵小杉駅開業に伴う同線の輸送力増強のため、それぞれ鎌倉車両センターへ出戻っており、これらの穴埋めとして e 2 3 3十3 0 0 0番台が構図車両センターへ導入されている。その後、2012年11月12月に、 F-02F-52 編成が再度、鎌倉車両センターから、構図車両センターに転属した。運用は固定されており、基本編成と付属編成を常時連結した15両編成で、終日運行された。予備編成を持たないため、検査などにより編成に不足が生じた際には、E231 系や E233 系が、代走する。また、 付属編成が検査に入った場合は E231 系の基本編成、重量単独の運用、平日朝1往復のみに入ることがあった。行き先表示器は F-52 編成のみ、転用改造時に LED 式に変更され、それ以外の編成は従来通りの字幕式となっていたが、2007年6月までに全編成が LED 式となった。 東海道本専用として新たに作成された字幕表示の書体は横須賀線、総武快速専用と同様の粉ではなく漢字部分のみが113系や211系と同じ旧国鉄書体となった。また非常用ドアコックなどの使用方法のステッカー型、編成や209系などと同じタイプのものに貼り替えられた。全面種別膜は 普通列車では黒字に白文字で、普通、小田原、熱海方面行き、または、東海道線、東京行き、快速、アクティでは黒字に赤文字で表示され、通勤快速も、アクティと同色のものである。E231 系や E233 系と、異なり、東海道本線向けの本系列には、車内自動放送は設置されていない。 2007年7月9日から同年9月30日まで横浜工図館開業120周年記念ステッカーが先頭車の全面中央に重付された。このステッカーは編成ごとにデザインが異なっていた。2009年4月中旬から2010年3月上旬まで東海道戦前通120周年新橋。 神戸間マイナス記念として e 2 3 3系3 0 0 0万台と共に基本編成1号車、付属編成15号車全面にヘッドマークが装着された。デザインは1種類のみであった。戸塚小田原間では最高速度時速 120km で運転されていた。2015年3月14日のダイヤ改正で本系列の東海道本線での運用は終了した。 2015年3月に f 零三 f 五十三編成が、同年4.5月に f 零二 f 五十二編成が、それぞれ、構図車両センターから、鎌倉車両センター再転属し、全車両が鎌倉車両センターに集約された。2007年度より、制御装置などの機器類の更新と二重化、自動放送機能及び客用扉の3、 4平スイッチを整備することが2006年12月5日付の JR 東日本のプレスリリースで発表された。本系列も2007年時点で初期車の製造から13年が経過したため電子機器の劣化を考慮して車体保全、走行距離240万キロメートル以内に実施する定期検査に合わせて主要な機器類について装置意識を付加することとなった。 この更新工事は2007年度から開始した。施行は東京総合車両センターで実施され、2012年7月をもってすべての編成でイベット化が完了した。施行内容は以下の通りである。また、イメージアップのため、青とクリーム色のラインカラーを青20号など明るい色調に変更している。ただし、転落防止ホロは従来のままである。 合わせて、前面の E217 ロゴを剥がし、E233 系と同じスタイルの JR ロゴとイーストジャパンレイルウェイカンパニー表記を施している写真参照。この危機器更新の際、鎌倉車両センターに配置されている予備編成が不足することから E233 系3000番台基本重量、付属5両編成1本を構図車両センターに配置し、 年出された e 2 1 7系1本 F-02F-52 編成は制御装置の更新を施行した上で鎌倉車両センターに再配置した。その後 F-01F-51 編成も鎌倉車両センターへ再配置される際に危機器更新が行われたが F-03F-53 編成は東海道線仕様のまま危機器更新工事が実施された。 付属編成は2011年9月に更新をした Y-134 編成をもって完了した。基本編成は Y-21 編成が2012年7月31日付で更新を完了したことに伴い本系列の機器更新工事は完了した。2018年9月に本系列の置き換え用として E235 系を2020年度より導入する。 ことが発表された。これに伴い本系列は廃車となる予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。